織田信長の真意を知り、劉備らは安堵した。織田軍、そして旋回の徐華と奈田も加わり、連合軍はさらに盛況さを増す。しかし防備を固める間もなく、オリンポスの女神アテナが上杉の本拠に迫る。神の軍勢との戦いが本格的に始まろうとして、新たに敵の神が降臨した。その原因はやはり違うとは言えぬな。だがそもそも神がこの世界に来なければ、私たちにとってもあまりに手がかりが少なすぎるのだ。ですがこの力を使えばまた敵が増えるかもしれません。すまない、私が何も知らず不用意に腕を。ペルセウス殿のせいではありません。あなたはこの世界を救うため。ねえ、早く行こうよ。ああ、待って。なため さあ、ゼウスに忠誠を誓った者たちよ、この世界を我らのものとするのだ。思った以上に敵の数が多いわ。すでにかなり押し込まれているようだ。献身校のもとへ急ぎましょう。あの人たち、なぜ急に攻めてきたんでしょう。私の筋肉通じるのかな。の記憶に後ろ向きになるなど銀兵殿らしくありません。筋肉で戦うのではなく魂で戦うのです。雪村殿は難しいことを言うな。ペルセウス、我らを欺き腕輪を盗んだ裏切り者、何としても奴を捕らえ責任を果たさない。落ち着け、アテナ。兵は廃してある。奴が引っ立てられてくるのを待つのに。おお、その力で世に正しきをなさよ。兵八、これにあり。アテナはなぜこうもあなたを敵視するのでしょうか。彼女には随分目をかけてもらっていたからな。裏切ってでも私にはなすべきことが。間に合ったようだな。救援者さ、この七ともに楽しまん。ごめんなさい。ええ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 ゆきむら、感服いたします。我が神通力、味わえ。だ、よろしくお願いします。いいよ。弱いはずなのに意外だ。悪くないね。汝が逃走を見事、この地の邪は払われでしょう。ですが、まだ終わっていません。神勝と金継が前線で戦っています。なんと、急ぎ向かわねば。ペルセウス殿、どうかなさいましたか。ああ、驚いていた。
雪村殿も銀兵殿も戦場に立つと人が変わるから。そうでしょうか。私戦場でも普段も非力だから申し訳ないです。お待ちなさい、この先には行かせませんわ。どうしてもというなら悪夢を見てもらうことになるわね。か弱い君たちが僕を壊せるとでも。仕方ないな、現実を教えてあげるよ。これでお二人の元へ向かえる。影勝様、金継殿、しばしお待ちを。私を恥ずかしめるなんて、覚えておきなさい。あなたたちの顔忘れないの。アッパレ。この世界の人間の力は計りがたい。思っている以上に強い。そして魅力的だな。弱いはずなのに意外だ。悪くないね。ここで救援とは。地獄で仏、その義と愛に感謝するぞ。かたじけない。敵の増援かならばまとめて撃滅せん。お前が天下無双だ。ほう、あらがう。無駄なことと知るのよ。なんという大軍、覚悟を決める時か。形勢不利か。だがまだお前たちに倒れられては困る。私と中で食い止めよう。その間に戦場を脱するのだ。なぜこのような世界を作り出した。我が父ゼウスがそう望んだからだ。くだらんな。へえ、結構強いんだね。力欲しくは貸そう。ここは我ら3人で食い止める。お前たちは戦場を脱するのだ。しかし雪村殿、ここは逃げよう。あの力私たちでは太刀打ちできない。雪村、感服いたします。平八これにあり。やっぱりこっちへ来てまったが、しょうがないの。残念だ、ここは当選。なんでしょう。いつなりでも。なぜ。雪村殿、気をつけて。すごく強そうな子たちがいます。雪村、救援の鍵今こそ返す。ここは任せよ。お前たちは迂回し回路を確保するのだ。おお、その力で世に正しきをなさよ。ペルセウス殿、行きましょう。あなたとならばどんな窮地も切り抜けられる。そうだ、私もそんな気がしてきたよ。やっぱりスサノオは強いや。でも僕の敵を取らないでよね。この世界の敵は天王。
我が右上なる誰がいれば助かる。なぜ邪魔をする。人間がどうなろうか貴様らには関係あるまい。お前は人間を知らなすぎる。奴らをあまり侮らぬことだな。いきなりこれはどうしたことか。義を愛するお前がなぜ不義に味方している。変わらんな金ちゃん。このわけのわからぬ世界は義も不義もあるまい。あなたこそ天下無双の強者です。秀吉さん、本当にこれでよろしいのですか。さあ三つ、見事だ。これからも頼みにさせてくれ。こんな見事に負けちまうとはな。ちょうどいい。戦ってくれ。我が知略試させてもらおうか。敵将垂れすぎてる。敵は退けました。こちらから急ぎ撤退を。雪村め、あいつを止めねば。平八、これにより三つ飛び出しておったか。こうなりゃわしも出ちゃるわ。俺に任せよ。よくやった。だが、お前ならもっとできよう。違うか。止めなさい。平八、これにあり。私たちが戦わねばならないのです。そのまっすぐな目でまっすぐな質問をするな。答えられぬ状況を察しろ。平八、これにやれ。敵将らが勝ちじゃ。またおら。弱いはずなのに意外だ。悪くないね。神に勝てるとでも思っているのか。来た来た来た。気を出せ。敵が来たんだ。大声出すなバカ。秀吉様の命だ。ここは倒産。あと少しで逃げられるのに。どいてください。これぞ無双。どうあがこうと我らから逃れられはしない。なんとか振り切れましたね。ジョカさんたち大丈夫でしょうか。彼女たちなら心配ないだろう。だがアレスがこのまま逃がしてくれるかどうか。その時は今一度力を合わせましょう。ああ、不思議だな。君たちとなら乗り越えられそうな気がする。いざという時のために船を用意しておいて。おお、これ追っ手がかからないうち。あ、いい。これは執着。